で、安倍's murder was a deep personal loss for Mr. Kishida。 安倍のその殺害は、岸田にとって個人的な、深く個人的な損失であった。 But it is causing the Prime Minister political grief too。 そしてそれはまた、首相に対して政治的な悲しみを引き起こしもした。グリーフ、悲しみね。 In the 2 months since it happened、それが起こって2ヶ月の中で、 Poll after poll had brought him bad news。 どの、ポーラが調査、なんだっけ、国勢調査じゃなくて、なんだなんだ、国勢調査じゃなくて、なんていうのかな、なんともなって、日本語で、世論調査ね。どの世論調査も彼に悪いニュースをもたらした。ポールアフターポール、どの世論調査も。日系、ジャパニーズメディアジャイアントファウンドアプローバルをミスター・キシダズ・ガブメントプランジングフロム57%ラストマンスと43% in September、 C チャート。日系、日本の巨大メディアであるが、岸田政府の承認は57%、先月57%から9月には43%にプランジングってのは急落した。プランジ、これも訳書いてないけど、プランジ急落した。でも200は書いてない。あれ？これ、経験した。急落した。まあ、書いとくべきだよな。毎日、a daily put his approval below 30%。毎日新聞、日刊新聞は、彼の承認レベルを30%以下とした。 These are alarming numbers for the head of the party that tends to eject leaders who appear unpopular。 Alarming、 危険な数字だ。アラーミング、危険な数字だ。党のヘッドとして危険な数字だ。不人気だとな、な、不人気な指導者をエジェクト、外す、トレンド、傾向にある。だから、まあ、そういうことはね、アラーミングナンバー、危険な数字だ、そういうことですね。